はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はですね、このペーパーズプリーズというゲームを、やっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、入国審査官になって、イミグレーションですね、入国させたり入国拒否したりっていう、すごい簡単に言うと、間違い探しですね。パスポートの矛盾を見つけたりして、通したり通さなかったりをやっていくゲームになります。なんのこっちゃっていう感じだと思うので、とりあえずちょっとやっていきましょう。ストーリーで、ちょっと最初だけチラッとやりました。最初でいきなりもたつくとなんだよって感じになるんで、じゃあちょっと1日目からやっていきましょう。おめでとう。10月と勤労抽選によりあなたを入国審査官に命ずる。即座配属のため至急グレスティン国境検問所の入国審査官へ赴くように入国管理省か赴くように。あなたとその家族には東グレスティンの8等級の住居が割り当てられる、ということですね。国はですね、アルストツカという国になります。そこの東グレスティンっていう地区の、8等級ですね、住居がもらえるということで8等級って、ね、いいんだか悪いんだかよくわかんないですけど、アルストツカに栄光あれ、このマークですね、アルストツカ。1982年11月23日、グレスティン国境検問所ついに開設。6年ぶりに再開、入国管理省は平和を保てるかということで、ロードウェイ行きましょう。じゃあこれ自分っすね、これで、ここが、検問所なんかチャチーなって感じっすけど、でこれがなんか注意書きみたいなのがあって、審査官へ次ぐグレスティン国境検問所への、着任おめでとう。パスポートに入国ビザを押印し、入国者に書類を返却するように。入国はアルストツカ国民に限る。外国人の入国はすべて拒否せよ。アルストツカに栄光あれ。ということで、今回入れるのはアルストツカ国民だけですね。もう外国人は全部ダメということで、こんなパスポートを多分皆さん持ってきてくれるので、それを見て、で、これが規則書ですね。で、国はこのアルストツカっていうのと、コレチア、オブリスタン、アンテグリア、リバプリア、インポール、そして合衆国連邦ということで、で、これを押すとちょっともう少し詳細な地区が見れます。で、今回は、まだ最初なんでね、アルストツカ人だけ入れて、他の国の人たちはもうみんな入国拒否とめっちゃ厳しいやんっていう感じですけど、で、ここで呼びますね。じゃあ早速1人目を呼びましょう。はい、次、記念すべき1人目。さあ、どんな人が来る。書類を、メガネの女性か、ようやく家に帰れる。これがパスポートですね。アルストツカ人、OK。で、これでスタンプを押して、はい、どうぞ。アルストツカに栄光あれ。ありがとう。はい、次っていう感じで、どんどんさばいていく感じですね。さあ、2人目は、太っちょのおばちゃんだな。残念、インポールですね。インポールの国の人はね、入れないんですよ。ごめんなさい。入国できるのはアルストツカ人のみです。普通に帰ってくな、そのまんま。さあ、書類を出してください。このクソ長い列に8時間も並んだんだよ。でも残念。ちょっとね、リバプリアの人もダメなんすよ。さよなら。信じられん、最悪だな。確かに。8時間並んでこれかよっていう。さあ、パスポート出してください。リバプリアですね。はい、ダメ。はい、お帰りください。あれ、返してない。はい、お帰りください。入国できるのはアルストツカ人のみです。これが時計ですね。これがね、6時になると業務終了なんですよ。それまでに何人さばけるかっていうのが勝負になるので。何、この検問所を開いたのは間違いだ。どういうこと。文句だけ言って去ってったんだけど。いいや。さあ、パスポート出してください。アルストツカですね。オッケー。はい、どうぞ。アルストツカに栄光あれ。はい、次。はい、書類を出してください。これもアルストツカかな。これがね、有効期限なんですよ。たまに有効期限切れてますからね。1983年11月30日。はい、 OK、 どうぞ。はい、次、どんどん読んでいきましょう。
これがさばいた人数ですね。ここ、これ、これ。さあ、書類を出してください。インポール、ダメっすね。さよなら。入国できるのはアルストツカのみです。はい、次。一人ずつやっていくのも大変だな、イミグレーションも。はい、これもインポールと。もう、外国人はもうダメ。チェックするまでもない。はい、さよなら。はい、次。はい、パスポート出してください。あ、これ大丈夫そうだな、アルストツカの。はい、オッケー、どうぞ。ん、大丈夫だよね。うん、はい、オッケー。アルストツカに栄光あれ。さあ、どんどんパスポート出してよ。あ、これダメっぽいっすね、リバプリア。はい、ダメ、お帰りください。はい、次。あ、そろそろ今日の業務が終了しそうですね。はい、この人が最後かな。アルストツカ人、オッケー。じゃあ入れてあげましょう。はい、どうぞ。アルストツカに栄光あれという感じで進めていきます。で、1日が終わると、まあ、収支の報告ですね。貯金が30円あって、給料が60円。で、これ生活するのにお金がかかるんでね、住居費が20円引かれて、食費が20円引かれて、暖房費が10円引かれると。で、一応この食費とかってこうやって削ることができるんですよただ食費とかね、暖房費削ると、自分も家族がいますからね、ここに妻と息子と、おばさんとおじさんと義母かまあこの人たちを自分の収支で、養っていかないといけないんで、そうですね、給料12人さばいて60円なんで、マイナス50円になるんで、まあ、最低でも10人はさばかないといけないっていうのが結構大変ですね。今はもうチェック項目が少ないんで全然楽ですけど、これからどんどんチェック項目が増えていくんで、まあとりあえず今日は寝ましょう。じゃあ2日目に、1982年11月24日グレスティン検問所順調に始動、入国制限緩和へ外国人も許可と。じゃあ労働へ行きましょう。まあ、今回から外国人も入れるようになりましたと。まあ昨日はアルストツカ人だけだったけど、今日からはオールオッケーと。審査官へ継ぐ。本日より正規パスポートを所持した外国人についても入国を認める。審査室に調査設備を取り付けた。パスポートに記載された情報に矛盾がないか慎重に調べよう。矛盾があるものの入国は拒否せよということで、まあパスポートに矛盾があった人は入国拒否と。これですね、赤い、マーク、デスクの赤いボタンを押すと調査モードに入る。調査の際は矛盾する2つの情報を選択し調査を進めようということで、まあパスポート見て何かおかしな点があったらこの赤いボタンを押して調べてくださいということですね。はい、これはじゃあいらないと。これはちょっと出しておきましょう。じゃあ呼んでいきましょう。はい、どうぞ。いらっしゃい。おはようございます。はい、パスポート出してください。1983年11月1の、女性、顔も大丈夫と。まあ OK そうですね。はい、どうぞ。はい、問題起こしちゃダメよ。はい、じゃあ次。これちなみにミスると通告が来ますね、その場で間違ってるよみたいな。はい、パスポート、アンテグリアの顔 OK 男、1980、あ、これ切れてますね。そうだよね、切れてるよね。はい、この日付と今日が11月24なんで、はい、不審検知。はい、期限切れてますよ。全くわからないなお前は何を言っている。ダメだ、さよなら。はーい、次。こんな感じで不審なところがあったらもう入国拒否となんか怪しい女性だな。女、1983年7月22、リバプリアで、うん、大丈夫そうですね。はい、じゃあ OK。 ようこそアルストツカへ。問題起こさないように。はい、次。おっとっと。おー、でかい男が来た。はい、急いでください。あ、はいはいはい。男、東グレスティン、84年の4月10。うん、OK かな。じゃあ、はい、急いでるみたいなんで、どうぞ。やっとか。すんません。はい、次。さあ、どんどんいらっしゃい。またよくわかんない人が出てきたな。男、ツンケイド、インポール。1980年10月31。はい、OK っすね。はい、OK、どうぞ。問題起こさぬように。はい、次。はい、書類を出してください。こんにちは、イケメンさん。退屈そうね。
結構忙しいよ。え、なになになに、なんかもらっちゃったよ。ザ・ピンク・バイス、あなたの妄想すべて叶います。マジで。でもちょっとこれおばちゃんだな。あー、ちょっと待って。83年7月30日。ああ、おじゃあ頑張ってね、お仕事。はい、これいらない。あ、返せないし、数ヶ月いるからきっと来てね。ごめん、行かないと思う。さすがにちょっとおばちゃんでしょ、あの人は。まあ頑張ってください。はい、パスポート、アンテグリアの男、84年の1月31日。うん、大丈夫そうっすね。はい、オッケー。あれ、なんか来た。あ、こいつ国境乗り越えてきた。お、撃ってる撃ってる。わー、射殺されるぞ。うわーっと、最後に何を、爆弾。うわ、爆発した。相打ちだ。テロが起こった、テロが。マジか。テロリストの襲撃により本日の業務は中断された。セーブは確実の、開始時に行われるということで。テロのせいで全然さばけなかったよ。給料30円しかもらえてない。貯金が40だからマイナスだ、今日10円。うわー、まあ、全部で20円マイナスですね。まあしょうがない。という感じで、進めていくところになります。今回はとりあえずこの2日目までやったところで、まあ、次回、3日目からやっていこうと思いますので、今回はこれで終了します。